はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もまた Amazon でね、中古のノートパソコンを買いましたんでご紹介いたしますね。機種はパナソニックレッツノート NX4。 画面の大きさは 12.1 型 1600×900 の表示になってます。 OS は Windows の 10 Pro が入ってます。送料込み9999円で出てたんですけど、 5% の還元セールということで500円割引で9499円の送料込みの値段でね、購入いたしました。販売者の謳い文句としてはね、バッテリーの状態が良くないのでいうことでね、ちゃんと謳ってましたのでね、こういう中古パソコンについてはね、バッテリーの良い悪いいうのはね、よくわからないんで、悪いものだとね思って買えばそれなりにいいんじゃないかなと思いますね。私の場合はね、停電の時に Windows が終了できるだけの時間バッテリーが持てばねいいと思っているので、まあこれはねこれで OK ですね。 CPU は Core i3 の5010U 第5世代だそうです。クロックスピードは 2.1GB、 メモリーは 4GB 入ってます。 128GB の SSD が付いてます。中古にしてはね、このキーボードもね本当に綺麗ですよね。画面もね傷ありませんしね。外観はね、さすがにちょっとした、まあ、小傷はありますけどね。パッと見は綺麗ですね。裏はこんな感じです。左側面は HDMI 端子。これが、3列15ピンの D サブですね。あと USB3.0 が2つ。正面は電源スイッチと Wi-Fi のスイッチ。あとヘッドホン端子とマイク端子。右側面が有線 LAN と USB2.0。 これはマウスのね受信部です。これ後で付けてますので入ってません。あと SDXC のねソケットが1つと電源端子。付属品は本体とAC 電源がついてました。ではスイッチを入れてみましょう。はい、ということでね、 SSD が入ってるので割と早いですね、起動は。液晶もドット抜けとかね、あとムラもなくてね、綺麗でした。最初ねつけた時にね、ここがねちょっと暗かったんでね、一瞬液晶がねちょっとダメなんかなと思ったらね、まあこういう壁紙だったんですね。はい、 YouTube もこんな感じですね。画面もね割と綺麗だと思います。ちょっとね個人的な趣味でね、メールソフトサンダーバードで、ブラウザを Firefox 入れてますけどね、もちろん Windows のブラウザと Outlook ですかね、メールソフト、それ最初から入ってます。こんな感じですね。まあこれぐらいであればね、結構早く開きますね。はい、CPU もね、2.1GB。通行はノーフォースレッドでね、ちゃんと認識してます。ちょっとね、残念なのはね、BIOS の画面でスーパーバイザーパスワードが設定されてまして、CPU のね、セットアップとかいうあたりのね、設定項目が出ないんですよね。起
動はこれだけですしね、詳細はこれメイン、ね、省電力モードとかね、頑張りますモードとかね、ちょっと本当はね設定できるはずなんですよね、 CPU とかね、あとね各種設定ができなければならないんですけど、その辺がねちょっとあの BIOS 消されてますというか、あの隠されてます。まあ別段ね、普通に使うんであればね、支障はありませんのでね、まあこれはこれでもう Windows だけで使うつもりなんでいいかなとはね思いますね。電源を入れた時にバッテリーがね弱ってますので、こういう表示が出ることがあるんですけどね、こういう場合はもう無視してどっかのねキーをこう押してやると次に進みますので、別段ねこれは支障ないです。本日はね以上になります。ありがとうございました。失礼します。